通り魔に刺されて死亡し、異世界に転生を果たした。幾度もの危機を乗り越え、様々な種族の魔物をまとめて、国を作り、子供たちを救った。その名は、リムル・テンペスト。一匹のスライムである。こんなことに理解不能。一体何が起こっているんだ。計算不能。どうするのが正解だった。回答不能。人間と関わったのが間違いだったのか。全ては俺の責任だ。転生したらスライムだった件。テレビアニメ第2期2021年7月放送。なんと転スラシリーズ9ヶ月連続放送決定です。みんな待たせてごめんな。楽しみに待っててくれ。